医療機関で、あるいは検査で陽性が出たときに、それを医療機関の方で HERSYS に打ち込んで発生届が出て初めて、この陽性者として確認できる。そして、もう一つは、その医療機関クリニックの方で直接 HERSYS に入力しない場合についてはファックスなんかで保健所に送られてくる。これはもう全国もそういう状況だと思いますが、そういった自分のところでクリニックさんが入力しない、HERSYS入力されない場合は保健所が入力するということで発生届にをいわゆる HERSYS 入力して HERSYS 入力して初めてさまざまな仕組みが動き出すというのが今大前提になってます。ただやはり発生届そのものが遅れる可能性もこれだけ陽性者が多いと出てきますので、発生届が出てなくてもホテルに入所できる仕組み、これに変えていきます。現状ですけれども、やはり医療機関、検査機関の圧迫、また検査のキットの逼迫等もあります。まあ、その中で、加えて、保健所業務も当然逼迫をしている。これだけ数が増えたらそうなってきます。そして、陽性者になった場合、コロナ陽性判明した後、発生届が出されます。これは医療機関から保健所に出されます。でその時点で HERSYS 入力をしてその方が陽性であるということが確認をされます。あるいは医療機関等によっては直接発生届を出すと同時にですね、自ら HERSYS に入力される医療機関についてはこれ保健所でも陽性が把握されますが、そのタイムラグというのが、陽性が出てから発生届が出て登録されるまでのタイムラグというのがどうしても出てしまいます。そのタイムラグの間にですね、自宅待機 SOS 等にご連絡をいただく、あるいはホテルに入所の希望を出されてもその方が陽性者かどうかがわからないという状態なので、今までそれは現状では保健所からの登録がないと発生届が確認ができない限りは難しいということになってました。でもこれから明日から変えていきます。いわゆる発生届が登録されていない段階であったとしても、希望される方が自宅待機 SOS にご連絡をいただければホテルの入所手続きを取ります。まあ、つまりはっきり言って自己申告で取ると自己申告ということになります。保健所自宅待機 SOS、またいろんな宿泊療養の受け入れシステムとも出来上がってますが、そこには何々さんが陽性だという前提の情報がないまま受け入れをしていくということになります。ですのでその専用のホテルを開設をいたします。その方が本当に陽性かどうかは分からないという中で進めていくことになります。もちろんこれは確認します、確認しますけど、HERSYS上はまだ入力されていないという方もであったとしても、そこは一定行政として基本情報を聞き取らせていただいて、これは府庁でやります。そして専用ホテルに入所いただきます。今あるすでにあるホテルの中でですね、稼働しているものが1万室を超えてありますので、そのうちのホテルの一つをこの発生届未確認者用の陽性のホテルにしていきます。具体的な手続きですけども、まず自分が陽性になりました、陽性という診断を受けました、そしてホテルに入りたい、でも当然保健所から連絡はありません、だってまだ登録すらされていないという状況ですから。ですのでその状態の中で自宅待機 SOS にご連絡をいただければ、今度は府庁が折り返し電話をします。府庁の方から担当が折り返し電話をして本人確認の手続きを取ります。これはちょっと聞き取りをさせていただきますし、そこで入所手続きをいたします。もちろんご本人がどういった方でどういう状況かというのは、その誰もまだいわゆるその共有はされてない、発生届出されてませんので、登録されてませんから確認できてない状況ですから、もう個別に府庁で確認をいたしまして、そして専用ホテルに案内するということにいたします。これについては明日から手続きを開始いたします。なので自宅待機 SOS に明日以降ご連絡いただいた方について、もし発生届がまだ登録されていない方であったとしても、その場合は一旦連絡先を自宅待機 SOS で確認をして、そして一旦そこでは切らせていただきますけれども、今度は府庁の方からその方にご連絡をしてホテルへの案内をしています。
2つ目です。新型コロナワクチンについてですけど、会場の話ね。区の大規模接種会場についてですが、今1カ所2カ所目を開設していますが、これから3カ所4カ所目の大規模接種会場を開設をいたします。そのご案内です。設置場所ですけれども、一つは先島庁舎が一つ、もう一つは心斎橋です。この心斎橋のビルっていうのは、元東急ハンズがあった心斎橋のど真ん中にあるビル、ここで大規模接種を開始をいたします。まあ、場所それぞれ皆さんもご承知の通りです。開始、予約開始時期ですけれども、この先島庁舎の方については2月1日明日の12時から開始をいたします。この心斎橋の元東急ハンズビルについては2月の4日今週の金曜日12時から開始をいたします。それぞれ接種ですけれども、先島庁舎の方は2月4日の金曜日から開始します。元東急ハンズビルについては2月7日の月曜日から開始をいたします。で、いずれもインターネットでの予約をお願いをいたします。対象者ですけれども、3回目接種の方、6ヶ月以上経過、2回目接種から6ヶ月以上接種した方で、接種券をお持ちの方が対象になります。で、65歳以上の高齢者の方、もうほとんどここに接種券が発行されるのはこの方になると思いますけれども、こちらの方を対象とします。もちろん医療従事者とか施設の従事者の方、高齢者施設の従事者の方も対象ですけれども、基本的に多くなるのは65歳以上の高齢者の方で、6ヶ月以上経過した方、そして接種券をお持ちの方が対象になると思います。接種の開始施設の時間ですけれども、先島庁舎は10時から17時半、そして心斎橋の東京ハンズビルについては9時から20時30分まで、最終受付2時まで行います。東京ハンズビルについては2400人規模で行っていきます。大阪市内のど真ん中で非常に利便性の高いところですので、人数も多く確保しています。先島庁舎の方は1日あたり400人ということで想定をしています。それぞれコールセンターを設置をします。これで大阪の大規模接種会場は4カ所となります。今オミクロン株が非常に流行っている中で、ぜひ高齢者の方、特に3回目接種早く受けていただきたいと思いますので、接種券のお持ちの方はぜひこの大規模接種センターをご利用いただけたらと思います。あるいは市町村が設置する集団接種会場であったり個別接種会場でも構いません。場所はどちらでも構わないと思いますが、できるだけ早めに希望される高齢者の方は3回目の接種をお願いをいたします。それに関してですけれども、現時点でのすでに大阪府でこの谷町4丁目で会場設置している予約率というのはそれほど高くはありません。今も空きがあるという状況です。だいたい今予約率は今週で見ると20%から 30% ぐらいの予約率、 70% から 80% ぐらいは、曜日によって異なるんですが空いているという状況です。で、先ほどの接種会場、2接種会場も使うワクチンはモデルナということになります。府で使う大規模接種会場のワクチンはモデルナです。ここでこの予約の空きがあるという状況の一つの理由にもなっているのが、やはりファイザーとモデルナのこのワクチンの種類のところがあると思っています。これまで高齢者の方、まずファイザー中心にワクチン接種をされてきました。で、モデルナの方で見ると、高齢者の対象で見るとですね、ファイザーの方が414万人、高齢者以外も含みますけれども、ファイザーで接種している方は414万人いられて、モデルナは100万人という状況でした。114万人でも、今の国から供給をされるワクチンはこの数が完全に逆転をしています。ざっくり言うと、モデルナが大体6、ファイザーが4です。ですので、1回目2回目をファイザー接種した方が全員これファイザーになるということはやはりなくてですね、モデルナが多く供給をされていますので、モデルナであれば早く、もう今でも大阪の大規模接種会場でもすぐでも接種できるという状況です。だからファイザーの予約を待っているとなかなかそこが入らないという現状、これも3回目接種で一つのこういうワクチンの種類が違うという課題があると思います。ただ、ここについてはすでにこの交互接種については効果的であると
まだ安全性についても確認をされています。ですのでファイザー接種 1、2回目ファイザー接種された方も3回目交互接種でモデルナという接種だったとしてもそこの効果安全性は確認をされていますのでぜひそのワクチンの種類というよりは早めにワクチンを接種していただきたいと思います。またモデルナであればすぐにワクチン接種が可能な状況です。大規模接種会場今開催している大阪府の接種会場もそうですし、まあ、今日発表させていただいた2会場もさらに追加をしていきます。ぜひこの安全性効果それぞれ交差接種が確認をされていますので1回目2回目ファイザーの方もこのモデルナでも安全性有効性確認されてますからスピードの方をですねぜひ重視していただけたらと思います。重症化を予防するという意味でも非常に効果もありますので効果確認されてますからぜひワクチンの種類にだけにあまりこだわられないようにできればお願いをしたいと思います。私からは以上です。不正に関する質問からお願いいたします。読売新聞の質問です。発生事故なんですけど、宿泊療養施設の入所手続きの緩和に関してなんですが、まあ、市として改めてですね、早く入所した方がいいと考えた理由を教えていただきたいと、あとは実際に自宅待機 SOS 保護センターに、まあ、その発生届が確認できていないから入所できていないというような苦情のようなものが寄せられたりしていたんでしょうか。まず、基本的な考え方は早期治療です。そして重症化を防ぐ、これは第5波の時もそうでしたし今も変わっていません。株の種類は変わっていますが、まあ、いずれにしても早く治療して早く重症化を防ぐということが重要だと思っています。ですので、まあ、それぞれハイリスクの要因だったりあるいはその状態によってその緊急度は全然変わってくるわけですけれども緊急度が変わる中でも例えば若い方であったとしてもリスクをお持ちの方症状がそれで肺炎の症状等なくてもできるだけ早めに治療するということが重要だと思っています。でそれをする上でやはり今何が問題になっているかというとこれだけの多くの数が出てくると保健所機能がやはり非常に厳しくなってきます。だから重点化等もやっています。そしてどういう現象が起きてくるかというと保健所でやっぱ最後はハーシスというそのシステムに登録されて初めて陽性者として管理をされるということになります。それが今の国の仕組みです。まあ、二類相当でやっているから全て原則保健所で管理ファーストタッチを迅速化するとか重点化するというのはあくまで二類相当という指定感染症の中でやっている話であって、やっぱり保健所が全て何ですかね、ハーシス上で管理するという前提は変わってません。とするとどういう状況が起きてくるかというともちろんこのクリニックによっては検査して診断して陽性だとなればそのままハーシスに入力していただける方がいらっしゃいます。これ約大体半分ぐらいがそうです。で残りの半分ぐらいは本当に小さなクリニックだとかまあ、そういったシステムにあまり強くないクリニックもたくさんいらっしゃいます。でもこのコロナ対策にですねご協力をいただいているクリニックは多くいらっしゃいます。まあ、どういうことが起きるかというとファックス、まあ、これまでもそうなんですけどこれ他のどの自治体でもあると思うんですけどファックスで保健所に発生届が送られてくる。でそれの打ち込み作業というのをやってます保健所で。でその数が当然圧倒的に陽性者が多くなるとそれに比例して多くなってきますからそれをやってるわけですけれどもそれ、自体がですね陽性者の方からするとまず検査の結果が出て陽性となったらもう自分の認識が陽性なんだけれどもその陽性が出た後にこれ発生届とかを登録しますからそのタイムラグがある。陽性出てすぐ宿泊施設に入りたい保健所から当然まだ連絡ないわけですから自宅待機 SOS に連絡しても自宅待機 SOS からするとその方っていうのはハーシスにもどこにも入力されてないから全く誰が電話されているかわからないというような状況になってしまいます。でここが確認されればそのままホテル療養に案内することができますが逆に確認されないと、その方をこう根拠なく案内することがやっぱりできないというケース
がやはり出てきています。今現実問題、自宅待機 SOS に1日50人から70名の方がもう保健所ではなくて自宅待機 SOS に連絡があって、宿泊療養に案内をして入所してもらっています。で、だいたい20名ぐらいの方は発生届が出てない段階で、この自宅待機 SOS に連絡をしていただいてから1日あたりいらっしゃいます。つまりその方は現時点においては自分は、宿泊療養に入ろうと思って、SOS に電話してきたしたんだけれども、自分の登録がまだなされていないと。結果、そちら登録がされるまでちょっと待ってくださいということになってしまっている。ここは、やはり僕は問題だと思っています。ただ、これだけ数が多くて、今のこの全員登録主義をすると、どうしてもそれが出てきてしまう。先ほど申し上げた、ファックスのやり取りだって、クリニックではまだ全部の医療機関が強制的、義務的に発生届けるデータ入力、リアルタイムでやってるわけじゃありませんので、そこができてないという現実もあります。やはりここに少しのタイムラグが生じる。で、これは陽性者の数が多くなってくると生じる。現実問題、自宅待機 SOS に連絡いただいている方で、1日50名から70名の方は、これはもう入所していただいてますけれども、20名弱ぐらいの方は、発生届がまだ出てない段階でホテル希望される方もいらっしゃる。この方がホテル案内できないという状況が今現実にあります。だからこの現実の問題を解決しなければならないと判断しましたので、今回こういう判断をいたしました。ですので自宅待機 SOS にかけられた方がですね、ホテル療養というのを希望されたとした場合に、その SOS の方でその人が陽性者かどうか全く確認できない、発生届が登録されてないという方、派出所登録されてないという方については連絡先を確認させていただき、府の担当から直接連絡させていただきます。で、その聞き取りを、その状況であったりさまざまな聞き取りをさせていただいて、ホテル療養に案内するという仕組みを明日から開始をいたします。現実のそういう課題がもうすでにありますので、それを解決しなければならないと思っています。課題の中で宿泊日数、宿泊に入るまでに、だいたい平均日数どれぐらいの日数だとかっていうのか、白紙で言えば教えてください。それはもうバラバラですので、平均日数というのは今の段階では分からないです。テレビの出演された際に、重症病床使用率の方が 40% に達したら、あれが緊急事態宣言を要請されるという話になったと思いますけども、40% の基準を設けられた理由について教えてください。まず何を最も重視しなければならないか、また社会経済がある程度強く止めてでも何を守らなければならないかと考えたときに、僕自身はやはり重症病床があぶれるようなことがあってはならないと思っています。重症病床というのはこのコロナから命を守る最後の砦になります。命を守る最後の砦である重症病床があぶれるような状況になるのであれば、あるいはその可能性があるというのであれば、そうなる前に緊急事態宣言によってなんとかこの社会に本当にこの犠牲をお願いせざるを得ない、そういう状況だというふうに思って、そういう状況にの判断基準はやっぱりそこだと思っています。そこはやっぱりいろんな生活であったり試験制限であったり暮らしがある中で、もちろんこれは誰もやりたくないことなんですけれども、じゃあこれどこでオミクロンの特有性考えていっぱい陽性者がいますよね、さっき言ったように、でも確かに軽い人も多いですよね。いろんな受け皿の準備している中で何を最後守らなければならないかと考えたら、やっぱり僕は人の命を守る最後の砦である重症病床だと思っています。重症者数がそこにあぶれるようなことがなってくれば、これはもう自宅でやるに治療できずにお亡くなりになると。本来治療者は助かっているはずの命、それが助からない可能性も、やっぱ重症病床があぶれるとそういう可能性が出てきますので、それは防がなければならないと思っています。もちろんこれはウイルスによるウイルス性のものですので、もともとものすごく原子感が重たかったりして、いやそれはもう別の言い方をすると、インフルエンザだってやっぱりお亡くなりになる方が毎年2000人から3000人いらっしゃる、関連死1万人いらっしゃる、それはインフルエンザで単体で例えばお亡くなりになるというよりもともとの重い疾患があって、それでお亡くなりになる方、もちろん こういった方もゼロにやっぱりもう なりません。なんとかそれを防ぎたいという思いがありますけども、ゼロにはならない。でその中で
いろんな対策をやっているわけですけれども、やはりコロナだけなぜこれ、他のウイルスなんか、あるいは他の病気と違って、特にして二類相当にしてやっているかというと、コロナで、いわゆるその、やっぱりどんどん伝播していって、感染が広がって、本来助かるはずの命、治療していれば助かるはずの命という方もどんどんお亡くなりになるようなこと、これはやっぱり防がなきゃいかんと、SARS やMERS と同じような扱いをしているわけです。ですので、そう考えてくると、やっぱり重症病床があふれる事態、これはなんとか避けなければならない。重症以下の病床も当然逼迫しているんですけども、これは入院基準をどうすべきだとか、あるいはそのホテル療養の病院型をどう活用すべきだとか、いろんな代替の考え方っていうのはあり得るんですけど、重症病床も代替が効かないですから、そういった意味ではまさに最後の治療の場面というふうになってますので、そこで命を守ることを考えたときに、重症病床があぶれるような状態、これはやっぱり避けなければならない。そう考えると、僕は重症病床を基準にすべきだと思っています、意識的には。なので、大阪モデルの赤信号の重症病床基準、これは 40% です。ですので、この赤信号の重症病床をすでに定めた 40% 基準、ここに達するようなことがあれば、これは緊急事態宣言を要請すべきだと思っています。もちろん緊急事態宣言となればいろんな犠牲をお願いすることになるんですけど、でも重症病床があぶれるような、助かる命が助からないような状況になるのであれば、やっぱりこれは防がなければならないと思っています。なぜ 40% かというと、大阪モデルで定めた赤信号の重症病床基準が 40% だということが一つ大きな理由になります。また 40% もその点でいうよりは、やっぱり陽性者数も非常に重要だと思ってて、何が重要かというと、やっぱ陽性者数が伸びつつある状態、増えている状態でやっぱり 40% に達するとなれば、その後も重症病床は埋まってきます。ですので、でも逆にピークアウトしてしまってたら、重症病床というのはピークから少し遅れて増えるんですけど、ピークアウトしてれば確実にその後は一時的に増えても確実に減ります。これはもう明らかです。だから 40% に達した時点がピークアウトも明らかにしたなってなった時点で達すれば、それは要請しないことも十分あり得ます。ただやはり感染が増え続ける中でですね、 40% に達するようなことがあれば、これはその後も増えますから、ということは感染の拡大の矢も抑えていかないとあぶれる可能性も出てきますので、その判断をする必要だと思っています。またそういう趣旨ですから、今ある612床の重症病床、これはマックスをそれを基準としながらも、入られている方についてはもちろんコロナで重症の方は、これは当然です。でも今オミクロンの特徴で何が起きているかというと、オミクロンは軽症なんだけど、他の疾患あるいは大怪我を負われて、他の理由で集中治療室での治療が必要な方、重症病床での治療が必要な方、これがコロナの重症者と同じぐらいの数が今出てきています。デルタ株ではこういった事象はありませんでした。そこまで市中に感染が広がってなかったというのがあると思います。今逆に市中にこれだけ感染が広がり、大阪でも1日1万人、首都圏が1万人以上、過去最多を日々更新するという中で、陽性と分かっている人はもちろんそうですけど、陽性と分かってない市中の感染者の方、あるいは無症状の方、軽症の方もおられると。そうすると他の重たい病気、他の大怪我で集中治療して本来治療を受ける、これは通常の、救急医療になるんですけど、そこがたまたまコロナに感染したなると、この人はコロナの重症病床で治療を受けないといけないということになります。これもさっき申し上げた、いわゆる二類相当の話もつながってくるんですけど、今は二類相当をやっている以上、これはコロナの患者はコロナの受け入れの病院で見ると。でコロナに感染してて、それ以外のコロナ非受け入れ病院で集中治療でこう見るという体制にはなってませんから、完全に別に基本的に扱っているわけです、原則的には。なので、コロナの重症病床に、コロナは軽症だけども多疾患や他の怪我が大怪我で、集中治療必要とされる方はコロナの重症病床に入られています。基本的にでこの方の数も合わせて考えなければならない。だって重症病床が、私申し上げたように、あぶれるという状況を防がなきゃいけないんだから、実は入ってるんだから、
それは現実問題、あくまでもリスク管理のために我々はこうやって、府民の命を守るためにやってるわけなんで、そうするとそこに入ってる以上、そこがもし満杯になってくれば、入れなくなるわけですから。なので、そこの数を合算した実質のというか、実質の重症病床の使用率、ここが 40% に達したときに要請すべきだと思っています。ピークアウトをした場合は、要請しないということなんですけども、それは多分誰でも判断できると思います。毎日日々の山が出来上がってるわけですから、山が下がっていたらピークアウト、こういう曲線は今まで描いたことないですね。ここは山を打って、あとはもう下がる一方、山を打って下がってまた上がるみたいなのが今までないので、他の国の事例でもないですから、これ専門家は別の意見言えば別ですけど、多分そういうこんなグラフに多分今までならないので、点を打って下がり始める時期が来るかどうか、そこだと思います。最後の話、記事を書いてからオミクロン株の対策に合わせた強制対処方針をどういうふうにしていましたけれども、あくまでやはり人流を抑えるという意味では緊急事態宣言が必要というお考えだから、こういった取り組みができるということだと思います。まず重症病床があぶれるような状況、これはやっぱり避けなければならないという思いです。であとはその緊急事態宣言の中身について今どうするのか、もちろん今のままの状態であれば今の基本的対処方針になります。ここオミクロン株の特性に合わせて基本的対処方針を変えるという、これはもう国でやってもらわざるを得ません。自治体ではできないです。そういうことは今も検討されていると思います。でその上で今どういう手段があるかというと、感染の山を抑えていく手段としてまん延防止措置、あるいはそれより強い措置とした緊急事態宣言、これしか特措上はありません。ですのでもちろんこのオミクロン株にこれが果たしてどこまで有効なのかっていう意見があるのは当然だと思います。でもじゃあそれで措置を取らないという判断をしたときに、じゃあ措置を取らない場合に感染の右肩上がりを許し続けるのかと、そこはそうじゃないわけです。現場の地位っていうのはみんなやっぱりそのじゃあ病床が完全に破れてもいいんですかというと、みんなそれでイエスという知事はいないと思います。なので、やっぱりこの増え続けるのはなんとかこう頭を抑えなければならない。その時にじゃあ代替の措置が何かあるのかというと、知事からするとないわけです。マスクをしてくださいとか、距離を取ってくださいとか、手洗いうがいをしてくださいって、僕も毎日のようにこうやって発信をしてますけど、それ基本的な感染対策を取るっていうのをお願いし続けるのは当たり前です。それ以外に、例えば学校での、感染リスクの高い方はやめてください、そういったことはお願いするわけですけれども、何かそのまん延防止あるいは緊急事態に変わる措置を知事が取れるのかっていうと、それがないですから、ある意味黙認というか、やってもやらなくても一緒だからやりませんという意見もあるのかもしれませんけれども、その代替の措置というのが今ないわけです。あり得るのはだから基本的まん延防止か緊急事態宣言だから、リスクというのを考えたときに、その重症病床があぶれるような状態、これはどの知事も避けたいと思ってますから、そうなったときに何が取れるのかといえば、まん延防止の次は緊急事態宣言しかありません。なのでその緊急事態宣言がどういう場合に発せられるべきかについては大きな犠牲も伴いますから、そこも踏まえた上で考えると、先ほど僕が申し上げたような理由だというふうに思っています。日々なんか何万人に増えたからやるとかではなくてですね、やっぱりそこだと思っています。ただじゃあ何もしないかというと、じゃあ何もしないであぶれたらどうするんですかって言われたら、もうそれは知事の立場と下向くわけにはいきませんから、対策はやっぱり取らなければならない、そう思っています。あとはその緊急事態宣言の中身をどうするのか、基本的対処方針をどうするのか、これはもう国でやってもらわないと、やりようがない。ただそれ以外の措置知事が取れるのかというとないわけですから、いわゆる重症病床がどんどん逼迫して、この前言った府民の命守れないというときに下向いて知らんぷりはできないということです。自然に収まるだろうとか、あるいはやっても一緒だから下向くということは、それコメンテーター評論家が言ってそうなった場合にも
なかったことにできるかもしれませんけど、我々なかったことにできませんから、その時は判断する。判断するとなれば、やはり重症病床、ここが逼迫してきた時には、やっぱり判断すべきだと思っています。時事通信によりますと、発表項目の宿泊療養施設の入室率の増加について、3つ質問がございます。この専用ホテル、今、確保する宿泊療養施設の中のホテル1つを、この専用ホテル、医学者用の専用ホテルとされるということでしたが、このホテルは、これ、何室かというのがありますか。まあ、足りなければ、あと増やします。まあ、181室のところ。足りなければ増やしていきますね。174室のあるホテルをこれに活用します。足りなければ増やしていきます。それでですね、この未確認の人が、陽性だった場合は引き続き移動することなくこの専用ホテルで療養を続けられるということで理解よろしいでしょうか。もちろんです。陽性だった場合っていうのは陽性が確認されている場合です。本人は陽性だって自分陽性かもしれへんねんって、それじゃダメです。で、陽性だったらずっとそのホテルで療養するってことです。陽性で、ちゃんと陰性じゃなくて陽性が入所専用ホテルに入って、やっぱり陽性でした。多分これやってる間に保健所 の発生届が登録されていきますから、それは確認したらすぐ分かる話になると思います。要はそのタイムラグをいかに埋めるかっていう話。この自宅待機 SOS で受け付けて、一旦この SOS センターで電話を切って、その後市長職員からその申告されてきた方に折り返しの電話があったんですけど、これは速やかに電話がかかってくるという。はい、これは速やかに電話します。だって1日今でも20件ぐらいですから、それは対応できると思います。あと最後の質問ですけど、本日の新規陽性者数何人ですか。6000人台です。6000なんで、ね、まあ月曜日ですので、一番曜日としては少ない曜日になると思うんですが、6200人前後。新聞の寺尾と申します。先ほど重症病床の件ありましたが、軽症中等症の使用率は昨日時点で8割に迫っています。この状況の受け止めと、あと今後 の軽症中等症病床の使用率の見通しであったり、逼迫への対応策があれば教えてください。はい、軽症中等症病床についてはこれだけやはり陽性者の数が増えてくると、このリスク上がっていきます。で、やはり重症化リスクの高い方をできるだけ早く治療して、コロナの重症化を防ぐということを目標にしています。なので今後どういうことが起きてくるかというと、もちろんこの率もさらに上がると思いますし、この率をあえて下げる必要はないと思っています。要は早く入院してもらって、早く治療を受けてもらう、これが重症化を防ぐことにもつながりますから、この率自体は上がってくると思っています。そして今受け入れている入院基準っていうのは、やはりリスクのある方で、中等症以上は受け入れてますけれども、あれは中等症以上じゃなくても中等症になる可能性がこれは高いと判断される方については入っていただいているという状況です。で、今後どういうことが起きてくるかというと、中等症 1,2 の割合の方が増えてくると思います。入院されている方で、だから入院されている方の中身がより重症にの手前の方が増えてくると、そういう状態になってくると思います。そうすると今まで入院していた方はどうなるかというと、病院型ホテルに入所していただくことになってくると思います。で、病院型ホテル大阪府では今2600室を確保しています。病院がそのままホテル1棟丸ごと病室として管理し、コロナの病室として管理されているところ、ただここは病床にはカウントされないんですけれども、そういうところがあったり、あるいはその医者が常にそのホテルに常駐をしてたり、あるいは診察室を作ったりと、あるいはその抗体治療が受けれるセンターがあるホテルとか、そういったいわゆる病院型ホテルというのをこの間準備してきました。これが約2600室がありますので、そこに、その入院より少し軽めの方が入ってくると。ただそこは今までは もっと軽い方が入ってたのが、状態が少し重い方が入ってくる。つまり使用率はこれからまださらに上がるとともに、
入られている方が重症の手前の方が多くなってくる、そういう現象が起きてくるということと、2600室の療養型病院型のホテルにリスクがあって、そして、やはりその中等症に近いような、あるいは中等症に手前のような方、これはもうその数にもよりますけれども、だんだんこうそういうふうになってくると、そう思っています。ですので、重症の方もやっぱり増えやすくなる、これからそう想像して、予想しています。で、その先にあるのが重症病床で、重症病床の先っていうのはないので、重症病床基準で変えるわけには当然いきませんし、入ってる方はやっぱり今命を守る最後 の治療を受ける方が重症病床ですから、そこがオーバーフローすることはあってはならないし、その手前の段階の軽症中等症病床にはそういった中等症に近い方がこれから割合が増えてくると、そう想定をしています。リスはこれからも上がるだろうと思います。病院型ホテルがまだ2600室あるということもあって、8割という数字にそこまでこう危機があるか、そこまでではまだ何ていうか、いや常に高い危機感は持っています、うん、ただできるだけ早く入院をしてもらって、早く治療をするということが重要だと思っています。だからもう極論言えば、例えば中等症2で酸素の必要な方だけ入院っていう入院基準の表を作ったら、病床使用率は一気に下がってくると思いますけど、それはやるべきじゃないと思います。もう一点、今日発表事項にありましたワクチンの件なんですが、みんなに打とうと思ったら、ファイザーとモデルナ、交互接種をする人は必ず出てこないといけないと思うんですが、今まだこうちょっと迷っている方にモデルナを受けてもらうための何か対策を考えていたら教えていただきたいのと、あと先ほど予約率が 20-30% って結構低かったと思うんですけれども、当日になっても予約が埋まっていなければ、例えば64歳以下の方でも予約できるようにするなど、そこを広げるお考えはありますでしょうか。はい、まず2回目までファイザーを受けられた方多くいらっしゃると思います。特に高齢者の方は多くいらっしゃると思いますが、3回目についてこのモデルナにする交互接種というのは安全性においても有効性においても十分確認をされています。その情報をできるだけ発信していきたいと思います。国においても発信をしていくということを要望もしてますし、これは絶対必要です。必要です。だってこれ同じ数量で準備できてないわけですから。でもただそこは交互接種になってもこれは十分抗体価っていうのは上昇をするということが確認されていますし、安全性の面でもこれは確認されていますので、そこの情報発信をフレーム発信していきたいと思っています。今日僕がこうやって言ってるのもまたそのうちの一つにもなります。もともとファイザーを待ってるともうなかなか接種ができにくいよと、逆にそういった安全性や効果面で十分証明されているモデルナであればすぐできるので、できるだけこのモデルナでの接種、ワクチンを接種される方はワクチンの種類というよりはワクチンを接種する3回目接種モデルナであれば十分接種までもすぐできますので、そこをご活用していただきたいと思います。それかもう一個何でしたっけ。予約率が上がらなかった場合、64歳以下に、はい、まず現状ですけども、予約率は確かにおっしゃる通り埋まっていません。20% から 30% という状況です。これは決してワクチンが無駄になっているわけではありませんけれども、想定される接種能力よりも接種を希望される方が少ない、予約される方が少ないというのが今の現状です。今後さらに大規模接種会場は拡張していきますので、そういった意味ではぜひ多くの方にご利用いただきたいと思っています。ただその接種券ない方になかなか大規模接種会場で接種するというのは実務的に難しいと思っています。そのどこの誰かわからないということになります。ですので64歳以下の方に、接種券持ってない方に接種するというのは大規模接種会場ではさすがにちょっと厳しいので、これはあとはもうこれ全国的にも起きている問題ですから、接種券、今は65歳以上で、7ヶ月、6ヶ月になったのかな、7ヶ月か、ということになってますけれども、6ヶ月か。高齢者の方についてはもう6ヶ月以上というか、高齢者6ヶ月券を持っている方でしょうか。発行もそうですね。はい、券を持っている方だから
まあ、できるだけ高齢者で接種券を速やかに65歳以上の方に、6ヶ月以上経った方には市町村において発行をお願いしたいと思っていますし、それを持たれている方については十分接種できる今能力がありますから、それをやはり先行してやっていきたいと思います。特にこのリスクという面を考えると65歳以上の方がやっぱりリスクが高いということにもなりますし、基礎疾患をお持ちの方は先に打たれている方も多いので、そういった方はもちろん接種券を持たれているから対象にはなります。ですのでそういった方をできるだけ早く接種をしていきたい、やっぱり接種券をお持ちの方を対象にまずはしたいと思っています。ただ予約があまり埋まらないようであればどうするのかというのも実はちょっと考えているところでもあります。接種券をお持ちじゃない方で接種可能なというと、例えば府の職員の職域接種を先やるとか、いろんな教員の職域接種を先やるとか、いろいろ考え方はあるとは思います。ただここはもう実は職域接種っていうのもまだ発表してないですけれども、もう準備をしています。なのでですので、これやることも決定をしていますので、それをそっちが完全にやめてこっちが穴埋めに使うのか、あるいはもうおそらく2月に入るとこの3月分も前倒ししてるから対象者が一気に増えるはずなので、今は少ないけど増えてくる可能性はまだあると思ってますから、まずはやはりできるだけ早く接種券を市町村に発行していただいて、6ヶ月以上経過した方、これは65歳以上中心になると思いますが、できるだけ早く接種していきたいと思っています。他ございますでしょうか。日経新聞の玉岡と申します。本日午前中にインテックス大阪の大規模療養センターが開設したかと思います。週末も1万人を超える感染状況の中で、改めて期待する効果を教えていただきます。はい、特に若い世代の方で自宅療養されている方も多くいらっしゃいます。さまざまな事情があって自宅ではなくて一時避難的な施設に入りたいとおっしゃる方についてはぜひこちらの方にコールセンターに連絡をいただきたいと思います。基本的に一時避難施設として受け入れるという対応をしてまいります。また住環境としてはホテルも非常に環境整っていますので、生活環境、そして当然24時間の対応の看護師さんもいらっしゃいますから、ホテルなんかも今 25% の使用率ですので、ホテルなんかも案内しながらですね、大規模接種会場も希望される方は広く受け入れたいと思っています。理由についてはそれぞれ個人によって違うと思うので、あまりこう理由を問うことなくですね、その症状とか理由を問うことなく、その自宅ではなくて自分を自己隔離したいんだと、大規模のこのセンターを利用したいと言われる方は広く受け入れをしていきたいと思います。また同時にホテルなんかも案内をするとか、その自宅にとどまらなくても対応できるような仕組みを強化したいと思っています。ちょっと発生届の問題があるので、今回これ発生届の問題というのは解消、大きく解消すると思いますから、それと合わせてやりたいと思っています。ただ需要がどのぐらいあるかは正直読めないところもあります。今現実問題、デルタと違って若い世代の方で重症化する、このコロナで重症化する例というのはほとんど出てませんので、場合によってはこれはそういった需要がないかもしれません。もう自宅で当然高熱とか喉がもうすごい痛いとかっていう症状があるとしても、肺炎症状とかそれで重症化するっていうのはデルタほど、ほとんど出てないっていうのがもう実態ですから、場合によっては需要がないかもしれませんが、これはもちろんやってみないとわからないです。数万人単位のやっぱり利用者がいらっしゃる中で、それぞれの事情で、その一時避難したいんだと、あるいは相談したいんだという方の受け皿を多く作っていくのが重要だと思っています。そういった方は広く応急をしていきたいと、そう思います。コールセンターは全く別になってますので、保険証を介することなく対応できるというのが基本的な考え方です。今日発表事項の発生届の遅れによるものなんですけれども、これは宿泊療養施設の入所手続き以外に、例えば看護師の相談、健康相談とか、
往診に関して実際に発生届が出ていなくて出ていないので受けられませんという対応をされているということを聞いているんですけれども、そのあたりの運用を見直す可能性というのはあるんでしょうか。これ例えば検査したところで検査した医療機関が直接往診をするとか治療をする場合は発生届が出なくてもできます。これはだってその病院でその人が陽性というのは管理して分かっているわけですから。ただ全てのクリニックや診療所でこのコロナの治療や往診をしているわけではありません。これは皆さんご承知の通りです。検査だけをして終了というところもそっちの方が圧倒的に数としては多いわけです。これもだから二類感染症だからそうなるというふうな対応になると思います。そうするとどうなるかっていうと、そこで検査したクリニックといわゆる往診であったり治療する病院というのが一旦切り離されることになりますので、その切り離された先の病院が今度は往診とかあるいは投薬とかをするためには、やはりその人がどういう人か陽性者かどうかの確認ができないとそれはできないということになります。なのでこの発生届け、ここがなくともですね、発生届け一番最初の手続きになるわけですけれども、ここがなくともこの不安な方がホテル療養ができるようにするとか、そういった手続きが必要だろうという判断をしました。ファーストタッチよりも前の段階のこれは手続きになります。ですので、元ある病院とか緊急性の高い方は入院とかっていうのはなるとは思うんですけど、そうじゃない方については、そして検査が切り離されている方についてはもうここは発生届がないと医療従事者医療機関、これは大阪府行政も含めて保健所も含めてその人が陽性者かどうかわからないということになります。で、わからない方を出発点にして始めるとなると、これはある意味でもうそれするんだったらもうこれインフルエンザと同じように扱ってもらわないと対応できませんので、そうじゃないという前提でやることを、我ながら一生懸命考えてですね、発生届が出てなくてもホテルに SOS に連絡していただければ、まずはホテルに入っていただけるという対応をしたということです。だから往診の先生の側の立場から見てもなかなかそこは難しいと思います。非常に重要なので疑似症患者みたいになったなれば別かもしれませんけれども、発生届が出ていないので、例えば重症化リスクがある方も、なかなか保健所からのファーストタッチがもう数日間来ていない状況みたいなんですけれども、SOS からは、救急車を呼んでくださいという案内をされたということなんですけれども、基本的には往診とかなる前にも宿泊療養に入ってもらう、もしくは、救急車を呼んでくださいという対応になるというふうに。この自宅待機 SS の番号はこれこう回線の強化ももちろんしましたし、ナビダイヤルもしてますので、自宅療養を希望されれば、そこは今軽症で重症にまだなっていない重症化リスクの高い方も宿泊療養にどんどん入っていただいてますし、まだ十分空きはありますから、ここでできるだけそういった方を受け入れて速やかにホテルに入っていただきたいというふうに思っています。ただみんながみんな救急車を呼ぶとですね、やっぱり救急車って重症度に応じていろいろ動いていくということにも、特に今のこの時期は非常に一般救急含めて厳しい条件になってますから、みんなが救急車ってすぐそこにするとなかなかそこにどうしても救急業務も厳しい状態になる。もちろんこれは厳しい状態になった方は救急車を呼んでいただくのは当たり前だし、それは当然 の最後の SOS の場面が救急車なわけですから、それは当然のことだと思ってますが、できるだけ救急の他の病気も含めたい救急業務もできるだけ逼迫しないようにしていくためには、できるだけ受け皿を多く作っていく必要があると思ってますので、ですので我々はこういった形でもちろん救急という手段もあるんですけども、合わせて自宅待機 SOS に連絡していただけたら、発生届が出てない方であったとしてもその速やかにホテルに案内する、特にリスクの高い方は軽症であっても無症状であってもホテルということが今それを進めていますので、それの案内をする。でホテルに入ると看護師さんやお医者さんいらっしゃいますから、
まあ、これは入院だとなればそこから判断当然あります。なのでまず自宅でとどまらない、とどまらなくてもできる対応というのを、まあ、100% じゃない人もできるだけ受け皿を広げていきたい、そう思っています。まあ、そのために、まあ、今回この発生届がない場合でも、もう今まではちょっと発生届がないとわからないって話だったんですけど、発生届がなくてももうホテルに入っていただく、まあ、それ専用のホテルを作るという判断をしました。みなしの陽性者というのが始まったら、発生届がまた急増するのではないかなと思うんですけれども、保健所がその全数把握するっていうことに対する弊害っていうのはどのような考えなのかというのと、国にその運用の見直しとかっていうのを求めていくかお考えというのがあるのかどうか教えてください。みなし陽性者についても全て広く認めていくというのではなくてですね、やはりもう明らかに同居の家族で同じ症状が出てる、そのうちの先行して家族の一人が PCR で陽性になってる、その検査で陽性になってるという方の場合はほぼもう陽性、ほぼコロナですので、それは今までこの状況だと。そうすると、まあ、その検査業務の逼迫を回避する、またその人ができるだけ早く治療を受けられるようにする、その治療っていうのは入院とかだけでは当然なくてですね、この解熱剤であったりそういった投薬も早く受けられるようにすると、そういう意味でのこのみなし陽性の制度というのは府民からすると僕はプラスだというふうに思っています。あとはそれで、その同じようにもちろん家族でお医者さんの診断が必要になりますから、お医者さんの診断でこれ陽性ですとなったなると、そこからまた発生届が当然出てくるわけですから、まあ、ただそこで発生届でもそのお医者さんから投薬等も受けられる仕組みがあれば、これ府民としてはプラスだし、あとはもう保健所の業務をいかに一泊を回避するかというところですけども、発生届自体はもう今非常に多い中でですね、今登録事務自体はいろんなこの外注委託したりしています、進めていますので、まあ、そこを強化しながらできるだけ早くやっていくということになるんだというふうに思っています。保健所の業務そのものはできるだけ今逼迫しているので、重点化をしていきます。まあ、発生届を完全にいらないようにするとなったら、もうこれは本当に二類相当の病気として扱うんですかというのは、やっぱそこに立ち返らないともういかんだろうというふうに思っています。モデルナ、関してはワクチンモデルナの接種を進めたいということなんですけれども、モデルナを対象とした自衛隊の大規模接種が間もなく来週から始まるということなんですけれども、そのあたりの期待感についてですね。自衛隊の大規模接種会場もぜひ開始されますのでご利用いただきたいと思います。対象の方はほぼ一緒になります。まあ、ワクチンもモデルナということになりますけれども、自衛隊ですでに接種された方も多くいらっしゃると思いますし、一度自衛隊で接種された方はもう一度という思われている方も多くいらっしゃると思います。接種会場はどこでも、まあ、ワクチンは同じではありますので、どの場所でも自衛隊であれ空であれ市町村であれどの場所であったとしてもワクチンに差があることはありませんの でどの場所であったとしてもできるだけ早めに、このワクチン接種対象の方は接種を受けていただきたいと思います。ありがとうございます。国が大阪において大規模接種会場を接種していただければありがたいと思います。 ABC テレビの本番と申します。先ほどの区からの連絡という件があったんですけど、深谷区からの連絡、これ仮に、まあ、取れなかった場合の折り返しっていうのは何回かまたしてもらえることになるのか、ちょっとこちらからまた患者側から折り返しすることになるのか。まず自宅だけ SOS で連絡先を確認しますので、その連絡先に府から確認するということになります。ですので、連絡がつながらなければ何回か連絡するということになると思います。ただどなたがかけてきてるか分からへんので、もう局の言ったらいたずら電話をかけてこられたとしても分からないわけです。だから本来は発生届に登録されてない人に連絡をするので、なので対応としてはどなたがかけてこられるかわからないというのは当然前提の中で、こちらとしてはかけるということになりますから、連絡先を確認した上で府庁から連絡がつながらなければ、それは何度か連絡をさせてもらいますけども、その人はなんていうのかな、そういった
どういう方が陽性かどうかもわからないという前提で沸騰してかけるということです。その保健所から連絡、府の方から連絡を受けて、まあ、連絡がつかなかった場合に、で発生届がこの発生届から今度保健所から連絡することになるんです、うん、この方、府の職員が電話をかけて、この方とは通じませんでしたみたいな、その連絡とかは、府の方と保健所から取られるんでしょうか。いや、その人が誰かが分からないので、多分それを取ることはないと思います。うん、府の職員からするとその、もちろんそれは発生届が出て、発生届が登録されたら通常の手続きに、ね、乗っていきますので、そこで、今であればリスクのある方だとなると、保健所から連絡したら、すでにもうホテルに入ってたということになるんだ。保健所がファーストタッチした段階では、府の職員とのやり取りでして、もうすでにホテルの現場にいた人に保健所から連絡した、まあ、そういう事象が出てくると思います。あるいは20代、30代、40代未満でリスクの、ハイリスク要因をお持ちじゃない方は、ファーストタッチとして、ショートメッセージであるということを決めましたから、そうすると、まあ、そこでも自宅待機の連絡先とかあるんですけれども、そこで、ですので、その方からのアプローチか、アプローチがあれば、そこで当然、またホテルも案内するということになるし、まあ、その方自身はもうすでにアプローチしているわけですから、保健所からアプローチをすることは、リスクのある方以外は、基本的には積極的にアウトリーチはしないので、アウトリーチした段階でもホテルに入ってた、そこで共有はされることになると思います。先ほどのインテックス大阪 の大規模療養施設に関連してなんですが、今日時点で知事の把握される範囲でどなたが入っているとか、これから入る見通しであるとか、その今の稼働状況を伺いますでしょうか。今の稼働状況の詳細の報告まではまだ受けてません。今後しばらく見ていく必要があると思います。ありがとうございます。多分ただこのインテックスについても連絡されてくる方の中には発生届が出てない方がいらっしゃる可能性はあると思います。その方については出てきたらこの自宅待機 SOS につなげてこちらのルートに乗せるっていうのを今もうすでに申し合わせをしてますので、ですので、インテックスに連絡された方が発生届が未了の登録されてない方がかけてこられたら自宅待機 SOS につながっていくということをそういう手続きになります。まだ現段階では入られているかどうか、確認聞いてないです。今日の朝9時から開始をしていますので、先ほど申し上げたように希望される方はご連絡をいただけたらと思います。でどうしても発生届問題が登録されない方については自宅待機 SOS の方で OK を転送するということになると思います。毎日放送の有馬と申します。先ほど緊急事態宣言の要請について、重症病床の 40% という基準を見て判断ということですが、オミクロン株については、これまでの株と違って、その感染者が多くて、そのエッセンシャルワーカーなどがその濃厚接触となり、社会が止まるという事案が起きているかと思います。ここについて次の問題視されているかと思いますが、ここのような点を踏まえて、重症病床の使用率以外で、緊急事態宣言を何かご要請されることはありますでしょうか。それは状況としてはあり得ると思います。今後どういう状況になるかというのはもう未知の世界です。特にオミクロン株で、今濃厚接触者の5日の期間が短くなったという7日ルールが残り、そして隔離ルールも残り、そして数圧倒的に増える、どれだけ増えるかまだ分かりません。今週はまだ増加傾向だと僕は思っています。なので何が起きるか分からないということもやっぱり考えなければならないし、今までのデルタのようにその感染症による重症だけじゃなくて、その感染症は軽症なのに他で重症だからたまたまコロナになってて重症コロナの重症病床に入られている方が同じぐらい数いるなんて事象はなかったわけなので、ここはそういうふうに合算して計算することで対応していこうと思いますが、それ以外のやっぱりいろんな引き積みというか問題、社会における問題というのは出てきていると思います。ですので、そういったことも当然頭に入れながらですね、まずはというか基本的にはやっぱり重症者を重視する、先ほど申し上げた通りの 40% の基準というのは頭に入れます。ただ他にいろんな状況が生じて、これはもうやはり大きく止めるべきだと
というなった場合には判断することはありえます。それについては何か基準があるわけではありませんが、そういったことも今までのデルタまでの株とは違うんだと、まあ、僕も国に対してオミクロンの毒性やったら対処方針してくださいってずっと言い続けてる立場ですから、僕自身もこの現場で判断するにあたってオミクロン株の特性に応じて、いやこれはこれだけ本当にリスクの高い問題が生じているというのがあれば、これはまあ、そういったところも判断考慮に入れて柔軟に判断することもやっぱり必要だとは思っています。でも非常にやっぱり社会に対して負担をお願いする、犠牲をお願いする制度であることは間違いないので、基準とすれば、考え方とすれば先ほど申し上げた通りだということです。だからそれに達しない限り、社会でものすごい不都合が生じているのに、もうこの基準に達しない限りはもう対応しませんという、判断しませんということではないです。今の質問に関して、何かご基準があるわけではないというのが現段階の回答かと思うんですが、今の現状、このエッセンシャルワーカーなどが、働けないという事態について、これはその緊急事態ではないというふうに考えますか？いや、もう緊急事態だと思います。非常事態だと思います。一般治療においてもやっぱり働けない医療従事者の方がたくさん出て、一般治療においてもやはり非常に逼迫して厳しい状況になっている。これは大阪だけじゃなくて全国でそういう状態になっているのは非常事態だと思っています。まあ、そこは、このウイルスをどう扱うかっていう実は制度の問題にも絡んでて、実はじゃあこのウイルス本当にこのままでいいのかっていう、そこはなんか本質的な議論をされてないところもやっぱりあります。でも今現実問題として今そういった弊害が出ている中で、現場の知事とすればやはりこれはもう看過できないという判断があれば、その重症病床基準以外でもやはり判断する必要があるとは思っています。でもそれはやっぱり基準に作れるようなものではないので、今この段階でよくメディアの皆さんはどうなったらどうしますかという質問をされるのも、それはもちろん分かるんですけれども、重症病床以外の基準はなかなかちょっと立てれないと思っています。ただそこは常にアンテナを張っていきたいと思います。他ございますでしょうか？よろしいでしょうか？政務に関する質問ございますでしょうか？